終戦の日の今日、高市経済安保担当大臣ら2人の閣僚が東京・九段北の靖国神社を参拝しました。岸田総理大臣は参拝を見送りました。岸田総理は千鳥ヶ淵の戦没者墓苑で献花を行いました。一方、靖国神社の参拝は見送り、代理を通じて自民党総裁として私費で玉串料を奉納しました。改造されたばかりの岸田内閣の閣僚では高市経済安保担当大臣と秋葉復興大臣が参拝したほか、おとといには西村経済産業大臣が参拝しています。また自民党からは萩生田政調会長や小泉進次郎衆議院議員らが参拝しました。一方、超党派で作るみんなで靖国神社に参拝する国会議員の会は、新型コロナの感染状況を踏まえ、今年は団体での参拝を中止しました。